最新のペット用品を一堂に集めました。国内では最大規模となるペットのイベントが千葉県の幕張メッセで開かれています。こちらは自分の愛犬の写真を使ってこのように立体的に加工してくれるという商品なんです。非常にリアルに仕上がっていますよね。4日間で15万人の動員を見込んでいるこのイベントは、飼育ペットの普及とビジネスチャンスの拡大を目的に日本や世界の企業およそ200社が参加しました。会場には犬や猫だけではなく、ひよこや豚などと触れ合えるコーナーもあり、訪れた人は目の前の動物との交流を楽しんでいました。ペット業界をめぐるビジネス環境は、国内景気の低迷や少子化の進行により、2009年からは犬や猫を飼う家庭が減少し始めるなどとして厳しさを増しています。